at Yokohama Nanbo Market. Nanbo Ichibo. ここはね、あの、ね、お魚の、お店の人のためのショッピングモール。おー、ウォールセールじゃない。あれ、はい、安くいい顔できる？まあできるかもしれない。どうかな。お店によるよそれは。フレッシュ食べろとね。まあフリーザーしてもいい。そうそうそう。だから酒とあのバーちゃん買ってから。スケットじゃない。これは何枚？何枚？20。500g です。300。これはこれは何？同じ？800g。いくら？何年リットルですか？しょうまい。オニオンパンティうなぎだ、うなぎ。いやー、気持ちいい。
クラハムだ。ラッパーだ。だって3枚、4枚入ってるんだよ。そう、買おう、買うね、買ってばいいじゃん。お、3、長い、3個、南部市場にいます。金目の市場。うん、すごい。こないだは食べてた1個だけは1000円だったよね。1枚だけ。1枚か。うん、1枚は1000円。これは3、4枚。これは3、4枚。2000円ぐらい。うん。買っちゃいましたよね。我慢できなかったね。そうね、時間が2時とかだから、そう、はい、本がいっぱいある。ここは今なんだ、南部市場。横浜南部市場です。いっぱい買ってました。私の市場。お、お、まあお肉はいいんだよ。とりあえずやっぱここはお魚が安い。これは安いね。やばいよね。これ私が好きなホタテ。カニかまぼこ、カニのような、うん、魚、カニの足の、やっべえ、ほんとなんか食べたくなるよ、ね、あ、さっきの生で食べられるよね、さっきのタコ、違う、タコと一緒の、あれは無理無理無理、無理、うん、あれは無理、これと一緒だけど、こっちはまあまあ、うん、はい、でも味噌汁に入れた方がいい。そっちや、そっち、やばいよ。あ、アジ300円だぞ。そうそうそう、金目。小肌、うん。カキ。オイスター。これは生で食べれる。開けるオープンしないといけないけどね。2個は3だから3個だから、やべえよ。あ、後ろ後ろ後ろ、お祝いだから、はい、頑張ってよ。
これ伊勢海老な。ここで開けてくんないかな。すいません、これってここで開けてくれない。開けるのはできない。開けるのはできない。開けてくれる。家じゃなかなか開かないよね。三つ、うん、お祝いで、最後からからなっちゃう。いいじゃん、だって栄養がいっぱいあるんだよね。やばいです。どうして？こんなとこ来るもんじゃない。すぐ来るもん。何のつもり来たんなの？100円ショップに買い物に来たわけ。で、あったの？全部1000円だよ。よかったじゃん、ケンネイと生のオイスターと。おー、やばいよ。これ安かったよ。80円。だって、あの他のお店は200円、300円じゃん。もう